アラタ、ちょっと何をしているんだ。兄さんのネクタイで手首を縛ってる。僕には兄さんだけなんだ。ねえ、いいでしょ。最後に僕にも夢を見させてよ。最後って、なんだ？何を言ってるんだ？ダメだ。この人、兄さんのお見合い写真があった。母さんからも電話があって、僕にマンションを出ていく準備をしろって言った。いつまでも兄さんに甘えるな。一人暮らしするか実家に帰ってこいって。この人と結婚するんでしょ。新たな暴走の理由が分かった。暴走じゃない。思い出作りだよ、兄さん。他には新たからのお願いはある？お願い…そう、お願いはあるの？今日だけ、今回限りの関係なんでしょ？言いたいことを言っていいんだよ。言って…いいの？いいよ、教えて。新たのお願い。僕の…お願いは…